ふうにちょっとお眠だね。トリミングがだいぶ伸びてるんで、かなり、よいしょ、ウニさんボサボサですね。もう毛だね、毛、茶色い毛になってますね、かわいい。今日はウニにまたお灸をやっていこうかなと思います。今までもお灸の動画を2本ぐらいかな上げてきたんですけども、その時に使ったお灸というのがこちらですね。こちら、これ防灸というタイプの人に使うお灸なんですけども、この防灸に火をつけて、こちらのフード土台にこの防灸を差し込んで、でこれを皮膚の上にこういう風に当てていくやつ、これをね、まあ今でも週1回ぐらいやってるんですけども、以前動画で投稿してるんで、興味がある人は見てみてください。で今日やるお灸はちょっとこれとは違って、ウニ初めてなんですけども、じゃん、また新しいアイテムなんですけども、これを使ってお灸をやっていこうかなと思います。でこの棒何かというと、この先っちょの部分がこういう風に転がるようになっていて、これね、皮膚の上をこういう風に転がすことができるんですね。で転がすという刺激も皮膚に加わっていくし、実はこの持ち手の部分に穴が開いていて、中にまた防球が入れられるようになってるんですよ。でこの防球に火をつけて、ここにセットして転がしてあげると、暖かいし転がす刺激が加わってものすごく気持ちいいんですよね。これ基本的に人間用のものとして販売してるやつなんですけどね。であとはこれ、美顔ローラーじゃないけども、こういう風に顔にやってあげてもね、かなりいいんですよ。こういう風にね、まあ、マスクの上でやってもあんま意味ないけど、こういう感じで、これを今日はウニに初めてやってみようかなと思います。絶対気持ちいいと思います。今火をつけてきました。でこれをこの穴の中に差し込んで、これでセット完了ですね。ちょっと時間を置きます。結構ね、これ熱伝導がいいみたいで、すぐ暖かくなってくれます。これね、本当にこういう風に皮膚の上にやるとすごい気持ちいいんですよ。だから肩こりの人とか腰痛の人とか、すごいおすすめですね。ただまあ肩はできるけど、腰はね、なかなかちょっと自分ではできないんで、誰かにやってもらわなきゃいけないんですよね。ん、良さそうだ。で手ぬぐいの上から、手ぬぐいを皮膚の上に置いてその上からやる場合もあるんですけども、今日はもう直接やっちゃいます。じゃあ行くように。どうよ、ウニさん、初めてのコロコロ級、どうよ、気持ちいいでしょう。絶対気持ちいいと思うんだよな。どうでもいいけど、やっぱ毛すごいね、ウニね。ちなみにトリミングまであと1週間あります。どうしようにやっぱ毛切る、ちょっとね、気持ちいい。ちょっと前の足も、胸元ちょっとやろうかね。気持ちいい、気持ちいいね。前足はね、ちょっと触られるの苦手だから嫌みたいですね。よいしょ、後ろ足は気持ちいいでしょ。ワンちゃん後ろ足すごい発達してますからね、お尻のところも。
きいね、ウニ。よし、反対側もやるよ。ほい。頭ボサボサ。ね、気持ちいい。こっち力は全然いらないです。ただ本当に皮膚の上を転がしてあげるだけですね。これは気持ちいいね。人間と同じように筋肉のね、慢性的な病気なんかで悩んでるワンちゃんなんかはいいかもしれないですね。ただ痛みがひどい時とかね、炎症が激しい時なんかは温めない方がいいと思うんで、これはやめた方がいいんですけどね。気持ちいいね、ウニね。そう、気持ちいいね。よいしょ。じゃあ、ウニ頭。気持ちいい。そういえば、これ、人間の頭に使ったことないけど。あ、気持ちいいわ。人間でもこれ気持ちいいよ。よいしょ。せーの。よいしょー。いいね、ウニさん。ポンポン、ポンポンも、お腹もね。気持ちいい。気持ちいい。よかったね、ウニ。いつものおきとどっちがいい、ウニ。いつものおきよりこっちの方が気持ちいいかもしれないですね。コロンとした顔わかりますかね。いいね、ウニね。かわいい。今回のお給、いつものお給よりかなりいいんじゃないですかね。本当にワンちゃんにおすすめですね、これ。やり方もそんなに難しくないんで、ただね、途中でも言ったように病気とかね持ってるワンちゃんなんかは獣医さんに相談してからの方がいいかなと思います。今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。